皆さんこんにちは、一品館の清原です。で次はですね、あの AI303 のカスタムモデルエアボールのものを聞いていくんですけど、まあ、あのどこが違うかというとですね、まあ、あの今あの少しあの煙ったような音が出てると言いましたけど、あの安いオーディオってね、セラミック の、あのコンデンサーっていうのをたくさん使うんです。でセラミックっていうのは圧電素子で、例えばセラミックのコンデンサーを叩くと信号が出るんです。で逆に信号が通るとセラミックが振動するんですよね。で当然振動っていうのはすぐ消えないんで、あの振動することによって、エコーが発生するんです、擬似的な。でただこの擬似的な発生するエコーがですね、セラミックを叩いた音になるので、まあ、お茶碗を叩いているようなちょっと想像しいようなあの煙たい音がどうしても出てしまうんですね。であのセラミックコンデンサーっていっぱいいろんなところに使われてるんですけど、あの大容量のものを使うとその傾向が強いので、エアボーモデルに関してはあのそのセラミックコンデンサーの鳴きを抑えるようなね、あの処置というかそういうことをやっているのと、あとは信号を通ってくるところの、まあ、ケーブルみたいな、ケーブルではないんですけど、あの信号経路をですね、純度を高めることによってより音の細かさを増すとか、あのそのようなあの改良を施しています。ノーマルに比べて約 2倍のですね、14万5千税別という値段にはなってしまいましたけれども、実際その価格差がですね、音質にどのように反映されているか、エアボーのモデルを聞いていこうと思います。まずね、せせらぎを聞いてみました。まあ、あの一般的なね、あのマランツベースのものとか従来 の、あのティアクベースのものであれば、ノーマルとですね、あのエアボーのモデルっていうのはもう、こんなに違うのっていうぐらい劇的に音が変わってるんですけれども、まあ、これに関してはですね、ノーマルが結構いいところまで来てたので、エアボーにしたからといって劇的に全然違うなという感じはないかもしれません。けれども今 の、あのせせらぎを聞いているとですね、例えば鳥の声の生々しさ、それから水の音のリアルさ、それと川の流れる音と鳥の声の分離、こういった部分に関してやっぱりノーマルではですね、ちょっとかぶり込んで、人工的に生とはちょっと違うなという感じになってた部分が、エアボー化することによって、カスタマイズすることによって、そこがですねクリアされて、本当にここに川が流れてて鳥がさえずってるというイメージにかなり近づいてきた、自然な音になったというのはお伝えできたかな、お分かりいただけたかなと思います。まあ、あのこの使われている DQ のですねパワーアンプ、まあ、DQ っていうのはね、普通のアナログに関し比べて非常に周波数も高いし、こうあの鋭い波も多いんですね。そうするといろんな部分、部品も含めて振動して、それがやはり先ほどセラミックコンデンサーの説明したように二声エコーとなって、やっぱりこうバンって音が入った後にこうギザギザギザってちょっと揺れちゃうんですよね。でこの揺れによって、本来透き通ってないといけない音がちょっとこう
ざわざわしたり、見通しが悪くなったり音の分離が悪くなったりっていうことが起こるんですけども、 AirGo は特に DQ パワーアンプのパーツほぼほぼ全部あの変えれる部分は変えてますからね、そういった部分もかなり上級なプリメイアンプに近い音、ハイエンドって言われるアンプに近い音に近づいてきてるんじゃないかなというふうに思います。ではね、次リザ・フェルストマンさんのバイオリンを聞いていくんですけれども、無音部の表現、無音がどこまで沈み込むか、あとバイオリンの音がですね、非常に品のいいというか高いバイオリンの楽器の音に聞こえるかどうかという部分も含めて、注目して聞いていただければというふうに思います。いかがでしょう。まあ値段がね倍になってこんなちょっとしか違わないのかっていう意見もあると思うし、こんなに良くなるのかっていう意見もあると思います。まあ実際にですねバイオリンの音がよりきめ細かくなって、弦をですねゆっくり弾いているところの、 デリケートな音の変化っていうのはより明確に再現されているのはお伝えできたかなっていうふうに思います。で結果として演奏自体の品位が上がる、楽器の音が良くなって、演奏の深みが増すというのがね、まあ、これがエアボーっていうのは何でもかんでも素人みたいに改造してるんじゃなくて、どちらかといったらチューニングですよね。チューニングっていうのは楽器の音を合わせていくっていうことですけど、まあ、ファインチューニングみたいなね作業をこの AI303 はもともとのベースの能力が高いので、ガラッと作り変えるというよりはその良さをですねより引き出すファインチューニングというようなね方向で改良を加えています。でも結構な部品の数が変わってますね。交換可能な部品はほぼ全部というぐらい変えて、で、まあ、私としては本当はもっと劇的に変わるかなと思ったんですけど、やっぱりベースモデルが良かったので深みは増して良くなってはいるけども、ベースモデルのままでもかなり音が鳴ってるなという感覚は持っています。では次はねグレース・マヤさんのモナリザを聞いてみようと思います。Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lonely work of art? はい、エアボーのね、AI303 スペシャル、モナリザを聴いてみました。この曲はね、違いが大きいですね。やはりノーマルのままだと、なんとなく、まあ、適当に歌ってるっていうと怒られるけど、そういう感じだった演奏がですね、本当にこうギタリストとボーカルがですね、気持ちをこう伝え合いながら、まあ、お互いの気持ちをですね、汲み取りながら一つの「モナ・リザ」っていう曲を作っていく感じもよくわかりますし、1曲前のリザ・フェルストマンさんのバイオリンでも感じたんですけど、ノーマルモデルだと楽器の音しか聞こえないんですよ。でもエアボーだと、その楽器と楽器を取り巻く空気、ホールの反射音まではっきり聞こえますね。今のものも、これライブで、これの残響はですね、必ずしも生の残響じゃなくて、残響プログラミングによって作られた部分も多少入ってると思うんですけど、やはり会場のざわめきみたいなね、音にならない部分の、気配感みたいなものまで再現できるというのは、お分かりいただけるかなと思います。で、特にですね、深夜ボリュームを下げていった時にこの性能ってすごく大事で、このエアボーの AI303 のスペシャルで注意したところはそこなんですよね。最高のダイナミックレンジって一番小さい音と一番大きい音の対比なんですよ。で、ボリュームを下げるとね、この一番大きい音はずーって下がっていきます。これいつも僕よく説明しますけどね。で、ダイナミックレンジの底がここだとするとですね、ボリュームがこれぐらいの時はこれだけダイナミックレンジがあるんです。で、家庭で聞く音量まで下げてしまうと、ダイナミックレンジが極端な話、こう3分の1とかすごく減っちゃうわけなんですよ。でも、もし一番聞こえる可能な小さい音がもっと低いとですね、これはボリュームを下げていってもダイナミックレンジが狭くならないんですよ。ダイナミックレンジって比率なので、最大の音が100として最小の音が1だと100対1ですよね。で、これで最大の音が12になると10対1で、もうダイナミックレンジは10対1という狭いものになる。でも、この位置がですね、0.1 あるいはもっと小さいもの、まあ可能であれば0であればですね、まあ理想ですけども、0であればボリュームをどれだけ下げてもどれだけ上げてもダイナミックレンジは0で割れないんで、無限大ということになります。で、この AI303 スペシャルで特に注意したのは、この無音部をですね、表現をグッと掘り下げるところ、これを徹底的にやっているので、深夜かの鳴くような音で再生した時にノーマルモデルとの差は非常に大きいです。ノーマルモデルはやはりコストの限界でこれぐらいだったものが、エアウォーがグッとこう音のですね、気配感の部分が下がっているので、違いが出てきます。で、次のですね、ヌーンさんっていうのは500マイルは基本的に割と大きい音を使っているので、その差っていうのは出にくいんですけども、最後に聴いていく新世界っていうのはピアニッシモ以下の非常に小さい音が使われているので、その曲を比べていただければ、ノーマルとこのエアボーのですね、スペシャルモデルの違いの根本的な部分がよくわかるんじゃないかなというふうに思います。では次はね、500マイルを聴いていこうと思います。100 miles
hundred miles, a hundred miles. You can hear a whistle blow a hundred miles。 ヌンさんの、ね、500マイルを聞いています。この曲も違いがすごい大きいですね。やはりあのノーマルのままだとあのややこう声を張り上げてですね、つっけんどんではないんですけど、あの表現力がちょっと足りないなと思ったんですけども、やはりあのエアボモデルで聞くとですね、ヌーンさんの歌のうまさ、あのこう感情が本当に声に乗ってるっていうのがとてもよく伝わってきましたね。まあ、あのエアボの機器っていうのはあのそこなんですよね。オーディオ機器っていうのはあの要は機械からいい音が出てるっていうのを、機械が鳴ってる、この機械はいい音なんだっていうふうに感じながら聞くっていう喜びもあるんですけれども、あのあこれいい音楽だな、まあ、別にどこのスピーカーでもどこのアンプでもシステムなんかどうでもいいんだけど、あ鳴ってる音がすごいいいな、この音楽生で聴いてみたいなとか、この CD 欲しいなとか、この音楽もう一回聴いてみたいなって思わせるあのこう求心力っていうかね、その部分がやはり僕はあのオーディオに求める、基本的な部分なので、伝える力、伝わる力、表現力、まあ、その部分をですね、エアボーは、まあ、メーカーがコストの問題などで、まあ、あのハンドメイドでもないし、あの追い込めない部分をですね、追い込んで、それをカスタムモデルとして発売販売しているというのが、まあ、エアボーなんですけど、まあ、そのですね、あのカスタムモデルっぽさがですね、非常にうまく今の曲でも違いが出たんじゃないかなというふうに思います。それではね、最後に新世界よりですね、ノイマン・チェコフィル、デノンのですね、ワンポイントステレオマイク6音のものですね、これを聴いていこうというふうに思います。
新世界を聞いてみましたけど、これはねもうあの違いが明らかですよね。ピアニッシモ以下の音の沈み込みの部分と楽器の音の良さですね、弦楽器の弦楽器らしさ、まあ低音もですね、ノーマルの状態で聴いてる時はちょっとなんとなく低音が足りないなっていう気がしたんですけど、今聴いていてあの低音が足りないという意識が全然ないですね。やはりこう心がですねもう本当に演奏にこうグッと集中してしまうので、音のここがこうとかあそこがこうとかっていうあの感覚がなくて、本当にこの新世界っていうね演奏、この録音された演奏が素晴らしいなっていう印象に変わったというのがあの私の感想です。まあもちろん私がそういう感じる音に作っているので私の好みに合うのはもちろんなんですけれども、まあ一応その私も指揮者に指示してですね音楽の聴き方とか、そういったものを学んでおりますので、まあ、かなりあの演奏された元の感覚には近く再現できてるんじゃないかなというふうに思います。で、最初にお話ししたようにこれはあのテレビとつなぐためのですね HDMI eARC というあの端子がついています。で、僕はですねあのオーディオは趣味じゃないというあのよくよく何度も言ってますけど、実際家にオーディオ機器っていうのはなくて、その代わりにですねテレビはめっちゃいいテレビがあります。僕はあのどっちかというとテレビ見るのが好きなので、で1日にね5時間も6時間もテレビ見たり、休日は本当に十何時間テレビ見たりしてることもあるんですけどね、いろんなドラマを見たり映画を見たり、そしてあのアニメも結構好きなんですよ昔からね。で最近やはりあのいいテレビとで、まあ、音はですねあのたまにイヤホンで聞くぐらいでそんなにいい音では家では聞いてないんですけれども、見てみるとですね、まあ、ジブリもそうなんですけど、あとはあのまあ見るべきアニメとして推薦されているナンバーワンにあのバイオレットエヴァーガーデンというねあのアニメがあるんですけど、僕はですねそういうあの推薦されているということは知らずに、まあネットフリックスでバーッとあなたへのおすすめなんていうのに出てきた時に、まあ最初画面を見てね女の子チックな画面だったんでどうかなと思って見始めたんですけど、まあストーリーのね好き嫌いはともかく、そのあの映像とですね音のクオリティの高さに本当にあの感銘を受けました。であの実写のね映画っていうのはこの放送もそうなんですけど、後ろに置いてあるものっていうのはまあ置いてあるものが映ってるだけじゃないですか。もしこれがアニメだとすると僕自身を描かないといけないし、後ろにあるものもですね全部描かないといけないんですよ。だから後ろをまあスクリーントーンなんか貼ってふわってごまかしてもいいんですけど、もし後ろにある細かいものまできちっと描いてるとすれば、それは主人公を引き立てる脇役のために、あるいはその絵により深い意味を与えるためにわざと描いてあるんですよ。だからあのこの 2K4K のですねこの画面のピクセル全部の1ピクセルに至るまでもしかすると考えて作り込んであるかもしれないんです。それが1秒間に24コマですから、長編になると一体どれだけの手間をかけてこのセル画っていうのが描かれているかっていうのを考えた時にこれは尋常じゃないなと。であとはですね、この効果音、伴奏だけではなくて声優も含めて音のクオリティがねめちゃくちゃ高いんですよ、いいアニメは。でこのバイオレット・エヴァーガーデンというアニメはその映像も音もめっちゃクオリティが高いんですよ。だからあのそのね作り込みのなんていうのかな、情熱のにあの僕はびっくりして、でどこが作ったのかなと思ったら、この間あの大変不幸な事故があった京都アニメ京アニっていうところが作ったんで、僕それまであの京アニっていうのが全然よく知らなかったんですけど、そのバイオレットエヴァーガーデンというアニメを見たことによってあの京都アニメの人たちが、どれぐらいの情熱を込めてアニメという番組あの芸術を、ね、仕上げてるかということにとてもあの感銘を受けました。で、早速ですねそのバイオレットエヴァーガーデンのですねサウンドトラックを買ってですねで聞いてみて、であの YouTube で使えるかどうかというチェックをやってみたら、あの幸いなことにあの使えるようなので、そのバイオレットエヴァーガーデンのですね曲から1曲今のシステムで聴いていこうと思います。これはね2枚組 の, あのサウンドトラックなんですけれども、1曲目の頭ですね、テーマオブバイオレットエヴァーガーデン、まあね、あの曲も短いんですよ、2分ほどなんで、アニメ中に挿入されるのであんまり長い曲が
ないんですよね。だから視聴比較視聴にも向いてるんですけど、今回まあ比較視聴にはディスクにね、この曲を録音しなかったので使えませんけども、この仕上げにですね、最後にこのバイオレット・エヴァーガーデンのサウンドトラック、ディスク1の1曲目テーマ・オブ・バイオレット・エヴァーガーデン、これを最後に、ちょっと聴いてみたいというふうに思います。僕はね、写真を撮ったりビデオを撮ったりするのは趣味で、まあ、本当にも写真は中学生の頃から撮って、自分で暗室持ってて、モノクロームを焼いたりしてたんですけどね。カラーになってコストが高くなったんで、自分で引き伸ばしたり焼いたりするのはやめましたけど、まあ、大学時代まで、まあ、社会人になっても結構フィルムでは撮っててね。で、まあ、それが最近デジカメになったんで、やっぱりこうなんていうのかな、安易に撮れるようになったので、いい写真はなかなかちょっと昔ほど撮れなくなったんじゃないかなっていう気はしてますけど、まあこのそういう目でですね、このバイオレット・エヴァーガーデンというアニメを見た時にですね、まあこれだけじゃなくてジブリもそうなんですけど、まあ紅の豚とかも結構好きなアニメたくさんありますけど、やっぱりね、やり直しができるんですよね。テイクがいくらでも無限にできる。音楽もそうですし、特に実写じゃなくて書いているから修正何回も聞くんですよね。だから極端な話、1枚のセルが書くのに1年かけたってそれ作品できないですけどね。そこまでこだわりを込めることができるので、ある意味実写では妥協せざるを得ない部分が、アニメでは妥協せずに作ることがある程度まで叶うので、やっぱりね、その作り込みの情熱ということに関して、人間のこのイメージを何かに置き換えるということに関して、例えばピカソがですね、最終抽象画みたいになったんですけど、実写にはない深みっていうのがアニメにはね、あるような気がして、まあ別に僕はアニオタではないんですけども、まあ一般にアニオタなんてあんまりいい言葉じゃないけど、アニメを愛好している人たちの気持ちって、なんか、そのね、バイオレット・エヴァーガーデンっていうのを見てすごくなんか心になんか染みてきましたね。だからこそ、そういう音楽だけではなくて、アニメを見た時にもその声優さんの気持ちとか、効果音が本当にこう心を打つかのように伝わってほしいなと思って、まあ、HDMI のイヤークがついてるですね、この AI303 スペシャルなんかはそういった部分にですね、とても向くんじゃないかなというふうに思いました。
まあ、エアボーンの宣伝が多くなりましたけども、このティアクのですね AI303 という小型のプリメイアンプというのはノーマルのままでも相当いい音が出ますので、テレビとの連動も可能なので、薄型テレビの音を良くしたいというふうに考えていらっしゃるんであれば、この AI303、ティアクないしはエアボーンの AI303 スペシャルとですね、トークあるいはクリップ、こういったメーカーのですねブックシェルフ型のあのそこそこいいスピーカーを使ってあげればかなり あの満足度、本当にこう映画館よりもある意味あの振動力のある意味ある音で、映画アニメそういったものを楽しんでいただけるかというふうに思います。では次はね、あの今聞いた5つの音をですね CDR に焼いたものがありますから、まあ、これなんですけども、まあ、5曲だけではなくて焼けるだけ焼いてみたんですけど、これはねもうあのメディアはね伝説のメディアですね、リコーがあのマスター用に放送局のマスター用に作ってた CDR をですね私まだあの持っておりますので、まあ、それに焼きましたので、あの CD とほぼ遜色ない音で、再生できると思います。で、このアンプはですねエアボーの AI303 スペシャルのままで、まず、ノーマルのですね、PD301X ですね、をつないで、CD を聴いていこうというふうに思います。引き続きお楽しみください。